まあ、どこでもいいんだったら横浜に行きたい、こういうことがあるんだったらどこでもいいんだったら横浜行こうよ、アイデア考えるんだったら横浜行こうよ、来た、面白い人いるんだったら横浜行こうよ、そこに住もうよ、そういうことを言ってくれたんで、まあ、こういう活動だとかこういうアイデアのもと面白い街横浜を作っていけたらいいなと思いました。以上です、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、すみません、ですね、あの各チームで今選ばれた方にあの色紙をお渡ししようかと思いまして、あのこちらに2枚あるんですけども、あの一番最初にライブを、やってくれましたカホさんと、私サイプレス上野のサインがありますので、どちらか選んでください。過酷なのが待ってましたけど、あ、じゃあ、はい、おめでとうございます。はい。